クラスの子が授業中のルールを守らない。あなたならどうする？はいはいはい、その答えは〇〇です。今は静かに聞く時ですよ。A さんっていつもうるさいよね。自分勝手はやめてほしいよね。みんなで相手にするのやめよう。みんなが冷たいな。何か僕がいけないことをしたのかな。はいはいはい、その答えは〇〇です。今は静かに聞く時ですよ。A さん、先生に当てられてから話すといいよ。他の人の意見を聞くことも大事だよ。そうだね、次から気をつけるよ。ドンマイ、ファイト。2つのお話を見ましたね。あなたはどんなことを考えましたか？はじめのお話ではみんなから冷たくされ、 A さんは一りぼっちになってしまいました。後のお話では友達がどうすればいいか教えてくれましたね。一りぼっちになった A さんはどんな気持ちでしょうか？どうしたらいいかを教えてもらった A さんはどんな気持ちになったでしょうか？あなたは間違った行動をした人を責める気持ちを持ったことはありませんか？また間違った行動をしたんだから誰かに責められたり傷つけられたりしても仕方がないことだと思ったことはありませんか？間違った行動をする人に対して具体的にどうすればよいでしょうか？それぞれの理由も話し合ってみましょう。